は、2023年12月29日、広島瀬戸新聞ニュース、解雇2023と、2023ということでね、まあ、給食停止騒動、ね、広島発給食停止騒動にね、また、トンネル張りぼてということでね、まあ、その、公というかな、公共財、公共インフラ、あるいはね、公共サービスというものがね、まあ、崩壊していると、いうことがね、起きた、この2023年でございました。まあ、広島発ね、給食停止騒動。まさにね、広島市中区に本社のあるホーユーさんのね、破産によるね、給食停止騒動が、9月勃発いたしました。9月ね、勃発して、高校だけじゃなくてね、広島県内ね、裁判所とかね、あるいは国の合同調査、それからね、自衛隊まで含めてね、給食は停止するというね、大変なことになりました。まあ本当ね、ミサイルばっかりね、自衛隊なんか言いたいよね、本当ね。ミサイルばっかり買う前にね、飯をなんとかせえってね、言いたいですよね、本当ね、うん。まあとにかくね、飯はね、安ければいいっていうことをね、横行してきたということですよ。ね。やっぱこういうことについてはね、最低制限価格制度をね、導入していくと。ね。うん。安ければいいじゃなくてね、ある価格を下回ったらね、失格にするということですよ。そしてやっぱりね、国や自治体がやっぱりね、この、食うこと、食い物をね、やっぱり軽視してきたと、いうことがやっぱりね、一番根本にね、あるんじゃないのかなと思うんですよ。うん。給食をね、安く買い叩いたりね、農業、農林水産業、軽視したり、そういうね、国やね、県のね、姿勢というものがやっぱりね、今回のね、やっぱりそういう給食停止騒動にあると思うしね。ただまあね、ほんとね、限界に来てるんですよ。ね。もうね、安ければいい、安ければいいも買い叩いてたらね、もう誰もね、やらなくなると。その後仕事をね、そういう風になっちゃってきてる。うん、だからやっぱりね、しっかりちゃんとした価格でね、給食なら給食のサービス発注する。ね。まあいろんなね、自治体で、例えばスターバックスを誘致しますとかね、そういうことをね、言っておられる方は、首長さんとかもいらっしゃるけどね、ちゃんとね、じゃあ、予算つけなかったらね、どうもね、出店してくれませんよ、スターバックスだってね。例えばの話ですよ。結局ね、なんていうかな、安ければいいと、いうことをね、やってきたと、ね、いうことですよね。それによってね、安ければいいだったらもうね、結局ね、企業が潰れずに、そこでね、働く労働者も集まらないと、いうことになっちゃう。当たり前のことですけれどもね。それからね、和歌山ではね、完成したはずのトンネルがね、なんと張りぼてでしたって。なんやこれって話ですよね。で、広島でもね、高速号線のね、完成時期はね、2028年まで延期ってことになってんでね、人のことは全然言えませんよ、広島だってね。でね、公費もね、うなぎの登りと、ね。公費もね、うなぎ登りにね、もううなぎ登りになっていた。そういう状況ですよね。だから和歌山のね、この騒ぎをね、全然ね、笑える状況ではね、広島もありませんよ。まあ、共通してるのは何かっていうとさ、全然ね、検査する能力がないと。行政側に検査する能力がないということです。結局ね、だ専門のね、土木建築、特にトンネルのね、やっぱりそういう専門にチェックするね、公務員というのがね、県にもね、県にいないと、自治体にいないという状況があってね、それでもうね、全然チェックができていないということはね、広島のね、まあ、高速号線のね、渋滞、もあるしね、和歌山ではね、今回のね、もう本当ね、噴破物のね、事件ね、なんやこれっていうね、事件ですよね。いいですよね。これね、国道なんでね、国道42号なんだけどね、県が管理してるということでね。だ全然ね、だからね、監督業務はね、やってなかったと、いうことですよ。でも、
多分その監督するだけの能力がね、多分ないしね。これだけね、やっぱ公務員削減してきたらそういうことになってんじゃないのかなということはね、やっぱ推測できるし、広島県もそれはね、同じことですよ。結局、必要な、公務員をね、こう、切ってきたというね、ツケがね、やっぱここにもね、出てると、いうところではないでしょうか。だから今の日本ね、結局ね、中抜きでね、儲けてる企業のところにはね、お金は行ってね、だから現場でね、やってるところにお金が行かないと。ね、現場でね、汗水垂らしてね、頑張ってる人たち、あるいは頑張ってる企業には行かずにね、中抜き企業とかね、そういうところにね、お金が行っちゃうというね、そこはやっぱりね、大問題なんだと思いますよ。これは広島でもね、そうだしね、そういうことだと思うんですよね、やっぱりね。この構造をね、やっぱり改めていかないとね、やっぱこの日本の崩壊っていうのはね、止まらないと思うんですよ。現場軽視、ね、このね、この、やっぱり日本をね、やっぱりその、公共、トンネルにしてもね、給食にしてもね、ぶっ壊してきたと、言わざるを得ない、そういう状況なんではないのかな、ということを思う次第であります。2023年こそはね、やっぱりね、こういうものをね、やっぱり立て直していくと、いうことは大事なんじゃないのかな、と思うんですよね。やっぱ必要なね、公務員はね、やっぱりね、正規でしっかり取っていってね、チェックすべきところはチェックしていくと、いうことをしないと、もうこういうことがね、どんどん起きてきてね、大変なことでね、なっていくということではないのかなと思う次第でございますけれどもね、非常にね、やっぱり公共サービス、公のね、崩壊というものがね、非常に目についたね、2023年でありました。まあね、その他にもね、やっぱり非正規公務非常に多いと、学校の先生も多いと、でそういう人たちにやっぱりね、まあね、高い専門性を持ちながらね、使い捨てられてる。だからこんなことをね、続けてたらね、ほんとね、住民のサービスっていうのは長続きするわけじゃないんですよ。やっぱりね、金をね、ケチってきた、この30年、ね、これをちゃんとね、反省すると、いうことをやっぱりね、やっていかないとね、庶民公務員、現場の庶民公務員はね、守っていかないか。ね、何も考えとるんやってことですよ。逆に言うとね、なんかね、ね、どっちかっていうと、新自由主義的な主張してこられた柿沢、水戸先輩、衆議院議員の、まあ野党時代も結構新自由主義系の、ね、野党でしたよね、ずっとね。そういうね、新自由主義的な主張しつつね、自分はね、政治家の地位にね、だからそれはね、もう自分が偉くなるためにはね、もう金はばらまいても何でもあるみたいなね、まあ、非常にね、モラルの書いた、人たち、まさにね、そして派閥の裏がね、自分たちそういうことをしながらね、新自由主義的なね、考えを押し付けて、いかにね、腐り切ってるかっていうことですよ。まあね、チートね、やっぱり庶民の苦労っていうのをね、していかないとね、やっぱり日本もね、良くなっていかないと思うしね、こういうね、あれですよね、なんでだかこんなことになっちゃったかっていうのをね、深くね、掘っていくと、やっぱりね、そういうね、新自由主義的な世襲政治家がね、横行してね、そしてね、やっぱりそういう、なんていうかな、配置すべき公務員を配置しないでね、使うべきね、予算をね、現場にちゃんとね、手当てしなきゃいけない予算をね、ケチってきたと、いうことだね、やっぱり、根本の原因にあるんじゃないかなと思う次第でございます。それではね、皆さん、最後までね、ご協力ご清聴誠にありがとうございました。それではね、皆さん、この後ね、またすぐ、9時からね、オンライン、おしゃべり会、本年最後のオンラインおしゃべり会ということになります。ぜひね、また、ご興味のある方ね、ご参加いただければ、思い次第でございます。最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。